雨がね、雨のね、音でね、ちょっと具合悪いね。フリーエネルギーですよ。これはね、第2作目ですね。実際にちょっと水入れてみますよ。ちょっと水車がね、うまく引かないんだよ。これは、失敗作なんですけどね。でも一応、水はね、電気も何も使わずに上に上がってくるというね、ここまでの一応実験ができましたので、ね、それで確信を持てましたんで、今からね、さらに大きなねペットボトルを使ってちょっと面白いね工作また作りたいなと思います。ではですね、今の風車のやつね、これと同じやつをねちょっと大きいやつで作っていきましょうか。使うのはね、お酒屋さんでもらってきました。なんかこういうねペットボトル大きいのがありますんでね、これは何リッターなんですかね、4リッターもっとあるかもしれませんね。これでこれと同じのを作ってね、だから大容量になるんで、まあ、長い間、まあ、噴水が続くかなと思うんですけどね、とりあえずねこれを縦にして、でもう一つこれを横にしようかなと思ってますんでね、ちょっと大きいんでね安定が悪いんで、一応竹をねちょっと用意しました。でこういうね竹はね、ホームセンターで売ってますけどね、近くでね、例えば新築の工事とかねあればね、地震災でね、なんも空地のところにねなんかテントを張って紅白でねお祈りしますんでね、その時には竹がね四隅に立ちますんでね、そういうのは見かけた時に地震災終わったらちょっと買ってくださいねなんて言っちゃうと、まだ 100% もらえると思いますんでね、これも実は地震災の竹なんです。だからもらってきたんで大丈夫です。これなんかイベント用のねストローみたいでね、まあジュースの早飲みとかなんか多分そういうことにするんでしょうね。これをこの中に入れてね、でちょうどね下からそうですね、まあ3センチぐらい浮かすぐらいで、まあ、止めてたらええかなと思いますね。でね、もうこれ全然大丈夫なんでね、一応これ置いといて、下に置いといてですね、この上に行くやつね、ちょうどこの部分ですね、これはねこういう形になってるんですけども、これをね下にしようと思ってますんでね、で重心がちょうどこれぐらいになってくるんで、ここにストローが上がってくるんでね、これで、こっち側に渡してからで、水を入れてするんで、今回はここにね、私が今考えてるのは水が上がってきますよね、でここで噴水が出ます。で出た水をこれ器に溜めて、ここにちょっと穴を開けて、それから竹か、まあ、ストローかなんかで水を流す。でここにこれ獅子落としちょっと作ってみました。これもねちょっとここではちょっと流れるとこうできへんのでね、ちょっと1階の方で先に切ったキャノンを切ってきたんですけどね、一応獅子落としはなかなか難しいですね、この長さのバランスとね後ろの重さのね、でここに穴開けるところがね微妙なところがなかなか難しいけど、またそれもまあ楽しいんですけどね。ちょっと
この中のやつはね、もうやり直しができるので、ね、他のところはなんやかんやでもね、やり返しができるんやけどね、これだとね、できるんですよね。なんでできるのか言うたら、要は真剣をね、理解しましたね。これ先に実験というか検証をね、ではね、1番の名言でいきますよ。まずね、これを上下には投げないからね、これこのバランスがね、どこにあるのかというのがね、これの真ん中によいしょ、穴開けますよ。
またこう落ちてという、こういう永久ループが始まる、ね、ということはないんですよね。この水がなくなれば終わりです。この地球上にフリーエネルギーがないんでね、フリーエネルギーに戻りはたくさんいますよね。 With you I can be sad with youJust take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. フリーエネルギーですよ。